うまいよ、これホルモンですね、プリプリジューシーですね、めっちゃうまいわ。すする TV ずるずるどうすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日は変わり種です。なかなか珍しいホルモンラーメンを提供するお店、こちらです。ドン、東京メトロ赤坂見附駅から徒歩5分くらいのところにありますホルモンラーメン白寿さんにお邪魔してます。こちら白寿さんは2022年オープンで、テレビ局なんかもある赤坂にて昼から深夜までぶっ通しで営業している駆け込み寺的なお店ですね。土鍋でグツグツ煮て提供されるちぎ味噌鍋のようななかなか珍しいホルモンラーメンが非常に人気とのことで、果たしてどんな一杯になってるのか早速すするに行っちゃいましょう。レッツゴー。こんばんは。というわけでですね、本日は赤坂見附駅来てる。なんか最近赤坂多いね、めっちゃ来てる気がする。本日はいかがお店ですか。ホルモンラーメン白寿、ちょっと知らなかったお店なんですけど、店名の通りにホルモンラーメンを提供するお店になっておりまして、なんか大阪から来たお店らしいんですけど、この赤坂の店2年ぐらい前からありまして、ちょこちょこバズってるんでね、まあ、ホルモンラーメンってちょっとすすったことのないジャンルっていうことで気になって、本日すすりに行ってきます。多分、ね、本当は赤坂駅からの方が近いんですけど、まあ、見附駅からも歩けるんで、ちょっとご飯も食べることになるんで、ね、少しでもちょっと歩く距離を稼いでカロリー消費していきたいと思います。ホルモンラーメン白寿さん、お店の前に到着しました。結構、ね、ギラギラしていて、赤坂の街中でなかなか目立ってるんですけど、ホルモンラーメンってなかなか珍しいジャンルだと思う。早速すすりに行きましょう。レッツゴー。さあ、ホルモンラーメン白寿赤坂店さん、ショッケースです。今回は看板メニューであるホルモンラーメンの赤と締めのリゾットはマストでしょってことで、そちらもプッシュ、さらにカルビトッピングも注文しました。厨房内はシンプルな作りとなっており、小さな土鍋に入れられたホルモンスープをグツグツと煮立たせ、チンチンの状態で細麺を茹でていきます。もともとは関西の人気店で、オーナーは令和の虎などで有名なドクター A こと麻生先生とのこと。さすがにそろそろ涼しい日もあるこの季節、どんどんぴったりになってきてます。うち席にもメニューがありましたね。結構アルコールメニューとか、あと、まあ、つまみの餃子とか、ね、あのナムルとかいろいろ結構充実してました、ね、ホルモン炒めの単品で注文することができて、なんでまあ一応あの飲めるラーメン屋とかですけど、場所柄ね赤坂なんで結構深夜までやってるこれあのなんか YouTube とかやってる、あの多分令和のとかとか出てるあの麻生さんっていう方がオーナーさんなんですよ、この店の。ストラディバリウスブリュットミレジメ2009っていうシャンパンがつて5万円だったまあまあこういうのも面白いですよね、なかなか、まあ、生ビールとのセットも1280円って、まあ、なかなかリーズナブルで価格であったりとか、結構なんか振り切ってる感じでどっちもあるみたいな。すごいですね、見たことないんですけど、まあ、土鍋で提供されるのもグツグツなんですよ。提供前にめっちゃ茹でるから、しっかり茹でるように温めるからね、めっちゃあったかいんだろうな。こちらがホルモンラーメン白寿赤坂店さんのホルモンラーメン赤カルビトッピングです。うおーい、小ぶりな土鍋ですが、たっぷりのカルビに青ネギとチゲ鍋ライクなビジュアルで、正直に言うと果たしてこれはラーメンと言っていいのかという印象。でも味はうまそうなんだよなってことで、いただきます。ではまず熱々なスープから。おお、こりゃ鍋だ。うまい。チゲ鍋のようなピリ辛かつ甘みもあり、味は濃いめで出汁感も感じさせるもので、旨味がかなり効いていて、一口目からパンチあり。そしてもちろん熱々なので、猫舌のすするとしてはしっかり冷ましてからじゃないとなかなか飲めませんが、熱々好きにはたまらないもの。こりゃドロッドロに酔った時になんか食べちゃったら脳天直撃パンチでしょ。さあ続いて黄色みがかった中細ストレート麺をリフトアップして、よっしゃそろそろこれまたあっちあっちで一発ではすすれませんが、味濃いめなスープをしっかりとまとった麺となっており、中細でもしっかり食べ応えあり。されどすすりやすさも兼ね備えているので、これまた酔っ払った時なんかでもどんどんすすっていけちゃいそうで、麺量少なめでするっといけちゃいますが、おそらくリゾットか雑炊と合わせることが前提になってるからこその量になっているんだと思います。もうちょっと辛みを増せるようなスパイス系もあるらしいですけど、まあとで雑炊の時とかねチーズ入るんで、ちょっとそれまろやかになったら行ってもいいかもしれない、まあ、辛いの好きな人はぜひっていう感じですね。これホルモンですね、これが気になってたの。うん、プリプリジューシーですね、めっちゃうまいわ。うん、というわけでホルモンは国産のものが使用されていて、小ぶりではありますが食らってみるとプルプルのジューシーなもので、脂身じゅわっと溶け出し甘みも弾ける。この甘みがまたピリ辛なスープと相互作用ありです。そしてお次はトッピングしたカルビ肉を食らってみましょう。めっちゃ味しみ出ていいっすね。
これまた小ぶりではありますが存在感ありまくりで単品でご飯を頼むという選択肢も広がります。ひいてはサイドにご飯を置きつつも締めにリゾットもしちゃうなんていうわんぱく小僧2024なんて考え方もできちゃって、大学生の頃のすするなら確実にやっちゃってると思います。雑草さんずっとてな感じでボリューミーなホルモン&カルビをがっつりと食らっていき、麺も合わせて食べ終えると、あ、すいませんリゾットお願いします。はい、このままお渡しちゃっていいですか。というわけで土鍋を店員さんに渡してリゾットをお願いしました。再び火にかけられるのであっちあっちが復活し、チーズも大量に投入されてきます。こちらが締めのリゾット、これだけで単品のメニューとして成立しそうです。これはさすがにね、そのまま見たら熱いと思うんでちょっと一回避けます。さすがに鶏皿に少し分けて冷ましてから食らっていきましょう。めっちゃ熱い、マジでこのラーメンずっと熱い、本当にめちゃくちゃ熱い。十分冷ましてからやっとの思いで一口食らってみると、カロリー味はするな。甘みありつつピリ辛なスープとチーズのとろーり絡む感じが非常によく、体感温度がさらに上昇していく。本当はもっとガンガン行きたいですが、さすがにそれをやると口内が違う意味でズルズルになりそうなのでやめときます。せっかくなんでキャロライナリーパー行ってみましょう。 YouTuber ですからね、やっぱね、一応曲がりなりにも行きます。これ多分キャロライナリーパー食べたことないかもしれない、ちょっと行ってみます。世界一辛いの、なんかやばい、やばいかも。というわけで世界一辛いと言われるキャロライナリーパーを入れて食らってみましょう。うわ辛っ、これは辛い、リックルスゲストはめっちゃいいと思う。辛っ、そこまで量を入れたわけではありませんがめちゃくちゃ辛い。激辛好きな方はいいと思いますが、そこまで得意じゃないという方はもはや入れない方がいいかもしれないレベルです。そんなこんなで熱さや辛さと戦いつつも濃い味に魅了されて本日も完食です。大変美味しく進めました。ご飯のボリュームも結構あるので食べ応えは満点、味も濃くてズドンと胃袋にくるセットでした。それではごそろえ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ホルモンラーメン白寿の赤坂店の店長さんです。はい、はい、自己紹介が一緒お願いします。はい、ホルモンラーメン白寿赤坂店の店長の富村と申します。ありがとうございます、はい、ごちそうさまでした。新感覚のラーメンというか、てか大阪のお店ですね本来もともとは。そうです、もともと大阪のお店で、うん、オーナーがあの東京美容外科の浅野先生なんですけど、はい、まあ、東京で食べたいということで、うん、はい、東京に進出してきました。あ、じゃあ浅野先生が大阪で食べて、そうです、これをもう持っていきたいっていう。そうです、そうです、すごいっすね。そうですねあのメニューにあのシャンパンあったじゃないですか、麻生先生の、はい、ああ、はい、あれ出ることあるんですか。1年に1回ぐらいですかね。年1ぐらい、1ぐらいです、ね、今まで何本ぐらい出たっていう記憶あります。2本ぐらいは出てます。あ、でもあるんですね。さあ、あります、あります。すいません、僕お力になる。あ、いいと思います。またぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。夜までね、ぶっ通しでやられてます、ね。はい、朝の4時まで。朝の4時まで。はい。朝の4時、これマジリゾットセットとかやばいっすよ。翌日顔パンパンになりそう。でもうまいっすね。本当中毒性がすごくあって。はい、そうですね。もう最後まで熱々で召し上がっていただきます。うん、それもそう。あの、はい、再加熱してくださいます。はい。本当にありがとうございます。はい、美味しかった。ありがとうございます。はい。そうです。はい、ごちそうさまでした。いやホルモンラーメン白寿さん行ってきたんですけれども、うまかったですね。めっちゃ満足感あります、あれ。しかも深夜までやってるんですよ。夜の3時とかにね、あれリゾットセットとかも行ったらもうやばいですって。マジでこんな、よくこんなラーメンを大阪から持ってきてくれたなと。まあちょっと麻生先生やりすぎですよっていうのは、まあそんな冗談もありつつ、いっぱいいっぱいまだ土鍋みたいな丼で作られるんで、とにかくねスープが熱々なんですよ。ほんとグツグツ煮込まれた状態で来るんで、鶏皿も提供される理由めっちゃわかるなっていう。あれそのまま食ったらマジやけどしますね本当に。っていうのは、まあ相当ね熱々な状態で食べられるんで、まあそこまずラーメンしていいかなと。あ、して麺量がね、あの博多ラーメンで標準ぐらいで、まあ、100g ぐらいになるので結構少なめではあるんですが、まあ、ホルモンとかも結構デフォでたっぷり入ってますし、まあ、僕今回カルビトッピングしましたけど、あのホルモンもねすごく大ぶりでブリッブリなんですよね。あの脂身の甘みとかも入ってくるんで、ちょっとこうスープの辛さとかが若干緩和されるというか、で、あのスープのコクも増されて美味しいですね。まあ、あとネギのトッピングとかもあって、結構ネギの、ね、シャキシャキとした刺激もいいですし、麺量は少なめなんで結構サクッと完食ができるんですけど、リゾット入れたらねもう満足度やばいっす。まあ、あのやっぱスープ全部使うんで、でスープも結構しっかり味濃いめなんで、もう食べ応えもめっちゃありますし、チーズとかも入ってね、もうカロリー爆弾って感じで、もうめちゃくちゃ美味しいんですけど、いや、あのリゾットセットまで行ったら、ね、もう翌日も顔むくみ確定ですね。で深夜に食べたらやばいです。まだ僕今食べてるのに、まあ、7時ぐらいの時間なんで、このぐらいの時間結構なんなら空いてるらしいですよ。やっぱり深夜の12時とか1時とかそのぐらいが一番混むみたいな。あと西麻布店もあるんですけど、そっちはもう5時まで、朝の5時までやってるんだって
とんでもないな、マジでこれ飲み終わりこれ食べてすごいぞ本当に。まあでもね、そんぐらいこうがっつり行きたくなる時ってやっぱありますから、まあ、そんな需要にもしっかり応えてくれますし、さらにまあちょっともうちょい飲みたいなっていう時のアルコールメニューとかおつまみメニューとかもあったりするんでね、まあ今日もちょっと仕事終わりにサラリーマンっぽい方が吸い込まれてきてて、ビールと一緒にラーメン注文したりしたんで、まあ、もちろんそういう使い方も OK なんで、いやこれはなかなかすごいラーメンを東京に持ってきてくれたな麻生先生って感じでしたね本当に。いやもう雑炊まで行ったんで大満足でした、ごちそうさまでした。というわけで本日の動画も最後までご覧いただきました。いや本日ですね、ホルモンラーメン白寺さんという、まあなかなか珍しいホルモンラーメンを提供されてる店だったんですけれども、まあ、やっぱあの土鍋で提供されるスタイルね、ちょっとこうチゲ味噌の鍋を彷彿とさせるような他のラーメン屋さんにはないオンリーワンなスタイルが、ね、結構魅力的でしたね。なんか最近なぜか赤坂のお店多いっすね。てか僕が知らないうちに赤坂に意外とラーメン屋さんが増えてたっていうのがあるんですけど、まあ、今回の白寺さんも僕全然知らないです。もともと大阪にあったっていうことすら知らないお店だったんでね、まあ、訪問することができてよかったですね。そんなわけで皆さんからいただいたコメントの方もさせていただきます。悪いけど日清のカップヌードルのトムヤムクン味が一番うまいよ。あれ考えた人は誇っていい。すべての食い物の中でもトップでうまいということで。何が悪いけどなのか分からないけど、これはめちゃくちゃ同意できる。トムヤムクン味めっちゃうまいとか。今もあるんですから、トムヤムクン味なんかあんまり俺コンビニで見かけないような気がする。あ、でも今でも全然あるっぽいですね。てかこの日清のホームページ行くと何なんか、食べ方みたいに見れるんですよ。ここなんか、おじさんが食べてる動画見れる。ちょっとごめんなさい。この方が誰なのかご存知あげないですけど。日清ってやっぱちょっとこういう、なんか、土地狂ったことをやってくるからめっちゃ面白いですよ。なんか、テレビ CM とかやっぱ日清だけ結構異質じゃないですか。大手の企業で、なんでこんなのネタに、今更これネタにしてくるみたいなことやってきたりとか、結構やっぱなんか面白いというか、公式のホームページだよな。公式のホームページもなかなかこんな、ちょっとしたこう、おふざけというかね。こういうのがあるのすごいな。やっぱ日清やっぱかましてきてるわ。本当に。いやでもどれが一番好きって、結局やっぱりシーフードではあるんですけど、僕はシーフードチリトマトトムヤムクンぐらいには来るぐらい好きですね。どうでしょう、皆さんもしねカップヌードルで好きな味あったらぜひぜひコメント欄で教えてください。すするさんが話題にしたのを見たことないのですが、品川店ってどうなんですか。いつもそばを通っているので、あそこもラーメン二郎ってやつなんかな。でも話してるの見たことないなって思ってますということで、品川店ね、僕しばらくちょっと行けてないですけど美味しいですよ。あとね、なんか品川って結構ラーメン店主さん、特にあの淡麗系のラーメン店主さんからの評価が高いイメージあります。でそういう方と話した時によく話に出てくるのがやっぱ品川なんですよ。で品川はね、結構バランス型の最強格みたいなところはあると思います。いやなんか僕の記憶でいくとね、品川二郎って入荷してたイメージあるんですけど、なんかちょっと最近もしかして違う、これちょっとしばらく行ってないんでね、なんとも言えないですけど、微入荷ぐらいになってるかな。非入荷の時もありそう。あのラーメン二郎って結構その時間帯によっても違くて、まあ、あのラーメン二郎の見た本店とかすげえ分かりやすいんですけど、朝8時ぐらいから今やってるんですよね。朝8時ぐらいの時間帯に行くと非乳化といって、まあ、表面にちょっとこう油の膜がすら張ってて、結構その醤油感があるキレのある味わいというか、もう朝一の本店とかね、もうたまにあっさり醤油ラーメンとかありますからね。本当に意外とあっさりしてるじゃんみたいな。まあ、トッピングとかやっぱ豚とかね、大きくてゴテゴテ乗ったりしますけど、非乳化の二郎系ってね、結構食べやすくて、しかも醤油のキレもあって、そして旨味もバシッと効いてて、すごく美味しいです。僕めっちゃ好きです、非乳化の二郎系。品川二郎とはいえど、品川駅からちょっと遠いんですよ。15分ぐらい歩くのかな。しかも何、今昼しかやってないの、品川二郎。もうだいぶハードル高いっすね。昼の10時から13時半で終わりって書いてるわ。そうさ、地方とかから出張で帰ってくるじゃないですか。新幹線で帰ってきて、あえて品川通りで品川二郎を食べて帰ったりしてたんだけど、今はもうそれができないんだな。まあでも久しぶりにちょっと品川二郎の記憶上書きしに来たいな。直径二郎大好きました。お待ちしております。そして、更新お疲れ様です。ありがとうございます。ちょっと疑問なのですが、家系や二郎のフォロワー的なお店は多いのに、機関坊や中本フォロワーなお店がそれほどないのは単純に需要の差なのでしょうかということで、なかなか面白いところに目をつけましたね。別に僕もあの明確な答えを持ってるわけじゃない。これが答えですっていう答えを持ってるわけじゃないけど、いわゆるインスパイア系ってことですね。家系では吉村屋から派生して、杉田屋があって、で、そっからさらにこうまた分かれてみたいな話で、多分そういうお店が結構多いのに、中本とか機関坊はその中本インスパイアとか機関坊インスパイアあんまりないってことだよね。官房さんは分かんないですけど、中本さんは多分独立するってなっても中本として独立しなきゃダメですよってなってると思いますよ。それ中本さんに、まあいわゆるチェーンでもないですけど、まあ結構のれん分けというか、とか FC のお店もあったりするけど、中本で働いてた人がそのレシピをそのまま使ってお店出すみたいなことは多分絶対にダメってなってるはず。機関坊さん確かに分かんないですよ。機関坊のラーメン僕もめっちゃ好きなんですよ。あのシビからね、シビから味噌ラーメンっていう、あのジャンルは僕すごい好きですけど、意外とないっす。確かにね、たまに山椒の小味とか効かせた味噌ラーメン出してるとこもありますけど、まあ家系とか二郎系より多分中本の方がそこら辺厳しくやってるんじゃないかなと思いますけどね。まあこれは結構本家にも通じるとこあるけど、だから多分需要の差っていうよりはそのお店のシステム的なところの問題なんじゃないかなっていう気がする。まあ家系とか二郎系とかもう一つのジャンルになってますけど、なんか中本って別に中本系とかないもんね。中本だもんね。中本の味食べたいんだったらもう中本に行くもんな。まあなんかあんまりうまくちょっとまとまらなかったんですけど、単純にその独立するってなった時に中本さんはもうレシピを使わせないっていう、そこなんじゃないかなと思うんだけど、まああんまり僕も内部のこと分かんないんで、何でもかんでも聞かないでください僕に。お前
がお前が答えたんだろうっていうまあまああのあくまでねこれは想像だからちょっと分かんないですけど、まあ、ラーメン局もいろいろあると思うんで、というわけで本日のも最後までご覧いただきましてよろしければチャンネル登録高評価そして皆さんの好きなねラーメン二郎直系店なんか書いていただければ嬉しく思いますのでよろしくお願いいたしますということで、それではするの公式キャッチフレーズホルモンラーメン白寿赤坂店さんチゲ&カルビやカルビトッピングもめっちゃおすすめでした。